いはいはいはい、もう原型は、はい、お祈りを、あ、お祈りじゃあ、礼拝を始めましょう。じゃあ、始める前に、簡単にお祈りします。天の父ちゃんお母様、今日の礼拝もあなたが祝福してください。アーメン。はい、それではですね、1曲目からいきたいと思います。1曲目はホザナっていう歌です。曲名はですね、あなたの御言葉っていう歌です。Thy Word。はい、次は、愛を力を、more love and more power っていう歌です。
worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. 愛を力をもっと満たし次の歌は、私も好きな歌ですけども、キリストには変えられませんという歌ですね。I'd rather have Jesus than anything という歌です。はい、ここで、まあ、アナウンスなんですけども、まあね、今日のアナウンス、まず最初に、やっぱりちょっと心配なことですね。まあ、戦争が、まあ、起こってしまってると。でもなんかこう、ウクライナがね、思ったよりも、まあ、頑張ってるって言い方いいのか、だからまあ、早く終わってほしいなと、停戦になってほしいなと思います。
それからですね、あとはやはりコロナのね、件で、またくすぶってますけど、なんかね、なんかちょっとコロナの話が全然テレビから急に消えたなという感じもせんでもないんやけども、コロナウイルスの問題もですね、早く解決してほしいなと思います。それからですね、あとですね、今日はですね、このビデオを通して、結構私のビデオを、使っているか利用されて、家で礼拝している人が、おられるということを聞いてます。で、非常に感謝のことやなと、クリスチャンの方でも、結構なんか日曜日に教会に行けない、あるいはまあ、近くに、教会がないと。特にね、地方の方なんかはそういう状況もあるでしょうし、一番近い教会も結構遠いとかいうこともあるでしょうし、どちらにせよ、教会に行けなかったり、礼拝ができない、そういう方が、私のビデオを、利用してくださって、礼拝してくださってると、いうことを聞いてます。またですね、外部というか、外から、うちの教会以外の方からの献金も、私たちの教会にいただいている、ケースがあります。本当に、感謝です。そういうことでね、今日はそのあたり、感謝も込めて、コロナのこと、それから、戦争のこと、そして最後にですね、この YouTube を、私が、この YouTube をその礼拝に使ってくださっている方々の上に、大きな神様の祝福と守りがあるようにお祈りしたいと思います。はい。天の父なる神様、まず最初に、現在、戦争が実際に行われています。早くこのことが解決し、一人でも死者が出ることなく、平和に戻りますように、どうかあなたが導いてください。また、コロナウイルスのことも、まだまだくすぶっています。これも早く、解決し、そしてまた、元通りに私たちが活発に、教会の活動、伝道の活動をすることができますように、それから、このビデオを、見てくださっている、方々、その方々の上にあなたの大きな祝福と守りを、お与えください。その方々の上にあなたが、御言葉を伝えてくださり、そしてまた、一人一人のしもべをあなたが強めてくださいますように、このことすべてを、尊き主イエス・キリストの御名にてお祈りいたします。アーメン。それではですね、次の歌いきまっちゃ。次は何やった？主の十字架という歌ですね。All the Cross of Our Lord という歌です。Hands and feet were nailed.
loves me. So Jesus, endured on his cross. はい、ご苦労様でした。それではですね、それではですね、聖書の学びをしていきたいと思います。一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、どうかあなたが私たちに御言葉を教えてください。主イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。はいはい。ですね、ずっと、出中エジプト記を学んでるんですけども、この出中エジプト記、もし、ざくっとこうまとめると、どんなことが書かれているかというと、この前半の部分っていうのは、神様がイスラエル民族を、奴隷から解放する、救うという、神様が、イスラエル民族、人々を救ったと。で、その救われた人たちが、なんとですね、この、サイナイ山、シナイ山という山まで来て、で、そこで神様が彼らに、法を与えるんですね。神様にとって何が正しいことなのか、神の法を与えるんですけど、で、法を与えた後に、この法をちゃんと守りますかって聞いたら、イスラエルの人たちは、結構簡単にね、はい、守ります、できますよ、OK、何の問題もない、言うて、OK、しよったんですね。で、これ結構神様ごつい、それが嬉しかったんやと思うんですけども、なんかその、イスラエルのリーダー70人を、みんなこれ山に呼んで、で、そこでなんと神様は宴会しようね。宴会すごい、おもろい。宴会して。で、その後にですね、神様はモーセに、モーセ、また山に戻っておいで。で、戻ってきたら、なんか石の板2枚あげる。って、その石の板に神様のその御言葉を書いた、板を2枚あげるから取りにおいで、言ったんですね。ここで、もし、忘れてはったらいいけど、それはね、出エジプト記の、24章の12節にそう書いてあるんです。取りにおいでと。ほんで、モーセ山にまた戻るんですけど、なんとその後、なんか板2枚くれたらそれで終わりかな思ってたら、なんと40日間、神様がですね、こと細かく、天幕の話とかされるんですね。これはどういうことか言ったら、神様がモーセに、この石の板2枚もらいに来たモーセにですね、モーセ、私は、イスラエル民族がその神様の義を守ると言ってるし、私は彼らと一緒に住もう言うて、もう彼らのとこに来る言うて、もう、神様の臨在、ほんで、その神様は自分が、そのイスラエル民族と共に住むための場所を、準備させる。ほんで、結構細かくですね、その天幕、話がテント作れって言うんですね。神様が住むためのテント作れと。ほんで、そのテントの、詳細、しかもテントだけじゃなくて、その神様に使える、祭司の服や、祭司を今度は任命したり、してですね、祭司も準備するし、で、先週、学んだのは、なんと、その、神様に使える人たち、を清めるための、水やとか、それから、オイルかな、アノイティングオイル、その、聖なるオイル、油を準備したり、それからですね、パーッと香油かね、いい匂いがする。その香を準備させたんですね。すべて神様がイスラエル民族と一緒にいるための、イスラエル民族のところに臨在するための、その準備を、モーセにさせます。で、神様は、私はこれからいつもイスラエル民族と一緒にいれるっていうな感じで、モーセに説明するんですよ。で、今日はですね、31節、全体見ていきます。ここで、なんと神様は、もうすべて何をせえって言うたんですけども、何を準備しろと言うたんですけども、最後の最後にですね、その実際に、
その天幕を作る、タバナクルを作る、人まで示しようんですね。今日はその、締めくくりの部分になります。それではですね、出エジプト記の、31章、今日は、全体1節から18節まで、タイトルはですね、神様との交わりと、こういうタイトルで話を、させていただきたいと思います。それではですね、31章、1節から、3節までまず読んでみましょう。はい。主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベツエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて、神の霊を満たした。わあ、すごい、ことを神様おっしゃるんですけど、なんとですね、神様は、モーセにですね、神様がもう、この名指しで、もう選んだ人がおると、神様が、まあ、神のコーリングっていうかな、英語で言うたらコーリング、神が呼ぶ、神様がお呼びになったということで、神が、その、もう名指しで、このベツエルっていう人を、私の仕事させると、で、この、ベツェルっていう、まあ、方なんですけども、この人、まずこの人の名前なんですけど、ベツェルっていう、この名前の意味がですね、ちょっと面白くて、神様の影とかいうような意味なんですよ。つまり、まあ、影武者みたいな、神様の、まあ、影のような存在という、名前はそういう意味なんですね。神様の影とかいう。で、このベツェル、まあ、神様に代わってなんか作るって意味、感じもしますけども、このベツェルっていう人は、なんとですね、フルの子、フルの子、ウリの子、ベツェルって書いてますんで、皆さん、ここでフルっていう名前、の人を覚えてる？誰か。つまり、このベツェルって人は、このフルっていう人の、まあ、孫に当たるんやね。このフルっていう人は、ちょっと次のスライド見てもらったら、ちょっと思い出すかもしれませんけど、これなんか、おっちゃん3人が、の絵ですけども、真ん中がモーセなんですね。で、これは、実はユダヤ人たちが、イスラエル人たちが、そのシナイ山まで来たときに、なんとですね、外国である、アマレク人が攻めてきるんですよ。で、この真ん中のモーセに対して、両方に、二人おっちゃんいますけども、で、モーセが手を下ろしたら、なんか、戦い負けそうになって、手上げてったら勝つというようなことで、この、二人のおっさんが、こう、捕まえとんですね。で、一人はアロン。で、もう一人が、このフルっていう人なんです。で、このフルっていう人は、まあ、これはね、多分この人は、ミディアン。つまり、その、モーセの、お姉ちゃんのご主人。だと思われています。で、まあ、別の言い方すると、先ほどのベッツェルっていう人は、このフル、それからそのミディアン、まあ、から見たら、孫に当たるんですね。で、この人が、まあ、神様この人を選んだと。ほんで、しかもこの人に神の霊を、その神様の仕事させるために神様の霊をもう与えたんや、ちゅうんですね。聖霊中か神様の霊が宿った時に、一つ非常にはっきりする、してることは、聖霊様は私たちにギフト、まあ、贈り物、聖霊の贈り物というか、その、まあ、賜物を与えてくださいます。で、これは神様の栄光、神様の仕事をするために、私たちにですね、まあ、聖霊が与えられる。で、この、ベツェルの場合もそうで、彼はですね、まあ、特別に神様の霊が与えられて、そして神様の栄光のために、今からその天幕、神様が住む場所を、この人に、まあ、作らせると、こういうことなんですね。まあ、ね、私考えてみたらね、本当に世の中、なんかいろんなこうギフトを持ってる、まあ、音楽的なギフトやとか、芸術的なギフトやとか、その他いろんなギフトを持ってると思う方いますけど、やっぱ神様が、人一人に、素晴らしい、まあ、贈り物能力をもう与えてくださってて、で、みんな本来はですね、それやっぱり神様の栄光のために、使うということだと思いますね。まあ、どちらにせよ、ね、そういうことで、この人を選ばれた、まあ、召したっていうかな、読んだ、いうことですね。まあ、今もね、聖職者いうかな、私たちも教会の聖職者になる人っていうのはみんな神様に呼ばれてるんですね。まあ、そういうことで、この人読んで神の仕事させることにした、聖霊を与えた、言うんですね。はい。じゃあ、次、ちょっと読んでみましょう。4節から5節の部分。それは彼が
金や銀や青銅の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。まあそういうことでね、神様はこの人に、ベツエルに特別なそのまあ能力を与えて、そしてその細かい金や銀やそういったその彫刻やとかもいろんなことさせると、この天幕に関しては結構ね、神様、まあまあ細かくモーセには説明したんですけど、でも本当の詳細っていうかな、例えば、その、証の箱の上についてその、ケルビムの、羽やとか、どんな格好にするとか、あるいはその他の他のいろんな装飾品の、まあ、デザインっていうか、そんな細かいとこは、なんとこの人が決めなくちゃいけないですね。で、神様は、この人に、神の仕事をさせるために、そういうこと全部させるために、まあ、この人を選んだ。で、そもそもなんでそういうことをここまで大切なのか、この場所がなんでこんなに大切か言ったら、この天幕っていうのは、神様がイスラエル民族と交わりを持つ場所なんですね。神様は、神様が来て、そこでまあ臨在して、ここでなんと神が私たち人と交わりを持つ、そのためにその交わりを持つ場所を作らすと。ところがこの天幕の最大のポイントは、神と交わりを持つために私たち清くなかったらあかんので、もうそのほとんどのものが清くなるためのものなんですね。祭壇であれ、まあ水であれ、水の旋盤であれ、そうやってその、清くなった人が、まあ神様とは、で、神はそうやって私たちの交わりいうかな、イスラエル民族との交わりを持つ、この場所を特別に、まあ、示されて、まあ、そういったその芸術家みたいな、特別能力ある人たちに仕事をさせますよと、いうことですね。今の私たちの時代も、これは全く神様の気持ちは変わってないと思います。私たちも、聖霊、神様の霊が与えられて、これすべての私たち、クリスチャンは、神様の祭司ですから、聖霊が与えられて、私たちも神様に使えるお仕事、そして神様の栄光になる仕事をさせる目的で、神様は今、私たちは今この地にいてるんですね。私たちは、この暗闇の中で唯一光ってる世の光、地の塩であるというのが、神が求めてはることで、まあ、私たちを通して、人々が神様との交わりを持てるようにする。それが、本当の今の、御心、まあ、昔からの神様、そのことごっつい、もう、まあ、楽しみにしてるいうかな、神様は私たちの交わり、ものすごく神様、愛の神様は、そのことが神にとっては楽し、うずうずするぐらい楽しいわけ。まあ、そんなんで、この場所、天幕を彼に作らせるんですね。で、この後、ちょっと、6節読んでいきたいと思います。見よ、私はダン部族に属するアヒサマクの子、オホリアブを、彼と共にいるようにする。私はすべて心に知恵ある者の心に知恵を授ける。彼らは私があなたに命じたすべてのものを作る。なんと先ほどの、ベツエルという人以外にも、なんだ、オホリアブという、なんかそういう人も選んで、そしてまあ、助ける、まあ、だから一人じゃないですよ。一人じゃなくて、まあ、また別の人も選んで、まあ、何人か。で、しかもここで、なんか、知恵のあるものの、心に知恵のあるものの心に知恵を与える。どういうこっちゃと思いますけど、まあ、心に知恵がある人ですから、心に知恵があるということは、まあ、心に、そういったその神様に使えるという、その、まあ、知恵があるというか、その、まあ、やる気がある意味かなと思うんですね。心に知恵がある人。で、その、やる気がある、あるいは心に知恵がある、まあ、賢い人というかな、賢い人の心に、また知恵与えるっていう。だから、いわゆるその、やる気のある人に神様、まあ、能力を与えて、知恵を与えて、で、一緒に、まあ、助けて、ベツエルが、まあ、多分リーダーになるんでしょうね。プロジェクトリーダーみたいな。ほんで、このオホリアブか、だとか、まあ、その他、結構一人じゃないという。ほんで、たくさんの助ける人がいて、この、神様が人々と交わる場所である、この天幕を、作らすよ。まあ、こんな話をしたんですね。で、この後、実は7節から11節の部分っていうのは、
その彼らが作らんとあかんもの、まあ、林が今までずーっと説明してきた天幕のもうすべての、ことが、この7節から11節のことで、実はもう総まとめにまとめられてるんです。天幕に何があったかって知りたかったら、この7節から11節のやつ読んだら、もう全部あれなんや、これやん、全部ここでまとめられてるんやと思いますけども、ちょっとそこ、読んでいきたいと思います。7節から、11節。すなわち、会見の天幕、証の箱、その上のなだめの蓋、天幕のすべての備品、机とその備品、清い燭台とそのすべての器具、香の祭壇、全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と、その子らが祭司として使えるための装束、注ぎの油、聖女のための香り高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。まあそんなことでね、彼らは、もう神様が今説明したこと全部、まあそれを作らんとあかんと。で、この場所っていうのは、神様が人々とこの交わる、とってもとっても、まあ大切なものだ、場所だと。まず天幕、それからその天幕に使える祭司、そしてですね、人々を清める、ものを作れと。で、これはまた私が命じた通りに、やらんとあかんで、まあ、それだけ大切やいうことやと思うんですね。まあ、実はね、これで神様は、まず、神が人々と、まあ、出会う場所、交わる場所、神様がずっとこれから、イスラエル民族とに臨在される、神がずっと一緒にいる、そのための場所を、まあ、ここでこと細かく説明されて、しかもそれを作る人も神様が任命して、いい加減に作らせない。これはそもそも本当に天にある、幕屋の、まあ、なんていうかコピーみたいなもんなんですね。だからこれは神様にとって本当に、神の、おられる場所ですから、まあ、この神と人が交わるこの場所を神様は、まあ、示した、まあ、作らした。で、この後ですね、実は12節から10、以降は、なんと急にですね、まあ、安息日の話なんです。この安息日って何かというと、これは基本的にはですね、神様と人間が交わる場所をその天幕として示したんですけど、今度はいつ、まあ、時間ですね。いつ神様と交わるべきかというところが、この安息日の話になってきます。その部分をですね、12節以降、読んでいきたいと思います。まず12節から、13節の文読みます。主はモーセに告げられた。あなたはイスラエルの子らに告げよ。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためである。この部分、この安息日を、まあ、守りなさいと。で、この安息日はなんとですね、モーセに対して、これはあなたと私たち、あなたたちと、まあ、私、神様の、これはですね、まあ、印やっていうんですね。これ実は安息日が、印っていうことですけども、過去に、神様はですね、ちょっと待って、喉乾いた。もう。ああ。まあ、過去に、結構キーパーソンいうかな、その神様が契約をした人たちにはちゃんとその印を与えてるんですね。例えば、ノアの時は、なんと虹が、印やったんですよ。その神様が、まあ、ノアの時に、まあ、虹が出てきて、で、神様が、これはあなたと私、もうこの虹が、神様がもうすべての人を、もうこれからは、洪水で、すべての人を、まあ、滅ぼさないよと、まあ、約束される、そのシンボルっていうか、それが、印が、虹やったんですね。ちょっとね、ここでね、私ちょっと話がボーンとそれて申し訳ないんやけども、たまたまね、ノアの箱舟に関することでちょっと気になったことが、今日の話全然関係ないですよ。でもね、化石、ある人が、まあ、考えてみたら化石ってさ、どこでも出てくるよ。特に一番多いのは葉っぱの化石だとか、それからなんか小魚みたいな化石はね、もう世界中で結構いっぱい出てくるんですよ。ほんで、まあ、貝殻やとかね。でもね、あれってね、化石って世界中に出てくるんですけども、葉っぱや
小魚、化石になるはずないと思えへん。なんでか言うたら、本来、葉っぱでも、小魚でも、死んだら、それこそ、そやな、もう一週間もしたら、もうぐちゃぐちゃに、もう数時間で腐ってきようで。で、ただね、これ面白いのに、だから、ある人が、いや、化石っていうのは、結局、まあ、泥の中に埋まらんとあかんなんですよ。ほんで、ある人がね、自分の家で、泥に、本当の生の魚とか、葉っぱやとか入れて、ほんで、また泥をかぶせて、ほんで、なんか20トンか30トンか知らんけど、車のジョッキみたいなの利用して、ピューッとプレッシャーかけるんですね。泥に。干したら、まあ、その方、YouTube でやってる人は、だいたい化石1年でできるって言うんですよ。ほんまかいや、思ったけど。で、その人は実際に自分が、なんか地下室にずっと置いてた、14年間置いてた、泥を固めたやつを、YouTube で開けようんですよ。で、開けたら、確かにね、化石らしい、もうほぼ化石になりかけてるのが出てくるんですよ。私、あれ見たときに、あれ？なんや？そんな何千年ちゃうやんかと思って。ほんで、まあ、その方の話では、まあ、1年間も待てば、なんか化石らしいもんできるっちゅうんですね。だからね、ノアの箱舟がないと、反対にこんだけ世界中に葉っぱや、まあ、お魚いうか、そういった化石が出てくるわけないなって反対に思ったり、まあまあ、話、ちょっとそれって悪いんですけど、まあ、話が、ノアに与えた印うわ、えらい。ノアに与えた印は、虹やったんですね。ほんで、今度、アブラハムに、与えた印は、割礼なんです。で、なんで割礼かいうのは、まあ、実はですね、アブラハムに対して神様が言うたんは、アブラハムよ、お前の子孫を通して、すべての人が祝福されるんや、のことを言うんですよ。これが、まあ、アブラハムに対する約束というか、まあ、契約。で、その印として、やがてお前から出てくる子孫によってすべての人が、まあ、祝福を受ける、この約束として割礼をせえと。で、これはなぜかというと、実は、アダムとイブの罪っていうのは、そもそも、その責任はアダムが取ることになったんですね。まあ、イブが最初に、悪魔ちゃんに騙されて、まあ、禁断の木の、善悪知識の木を食べてしまうんですけども、その、イブがですね、あんた、これ食べとか言われて、で、アダムは、とか言って食べてもうて、ほんで、神様はアダムに、あんたが、妻の声に聞き従ったから、ほんで、あなたは、まあ、まあ、呪われて死ぬものになるというか、神様の声じゃなくて、まあ、別の人の声を聞いた。ほんで、まあ、信じたっていうかな、神の声を信じずに。ほんで、彼は、その妻のイブじゃなくて、アダムに、その罪の責任、つまり、アダムから生まれたもの、アダムの種っていうか、アダムの種を持って生まれたものには、アダムの罪が、行くと。ほんで、このアダムの罪は、いわゆるこの体を土に戻す。アダムのアダっていうのは土っていう意味ですから、もともとアダムって土さんみたいな意味で、まあ、土に戻ると。ほんで、それが、まあ、アダムの罪なんですね。ところが今度、アブラハムに対しては、やがて、今度、あなたの種から生まれてくるものによって、そのアブラハムの、呪いが解かれるよと、いわゆるその祝福を受ける。で、それで、割礼なんですよ。だからその男性の、まあ、あそこの部分を、って切って、ああ、なんか痛そうやと思うけど、まあね、まあ、あそこの皮をね、キッと、いやー、これ、切られたら痛いと思うで、絶対。なんで私体こうやって、まあ、とにかくそんなんで、まあ、あそこの部分ね、男性のあそこの部分の皮を、ちょっとこう切るっていうのは、いわゆる、まあ、そういう意味で、割礼は、アブラハムに対して、アブラハムの約束、アブラハムへの約束の印は、割礼やったんです。で、今度は、モーセは何かっていうと、モーセには、一番、モーセに対しての特徴は、法を与えたということなんですね。モーセに法を与え。そして、モーセがその法を記述し、みんな法を守りなので、この法を守るということに対して、イスラエル民族が、はい、守りメス言うたことで、まあ、神様は、あなたたちと一緒に、まあ、神が臨在する。神様が、まあ、天幕を与える。神様が一緒に、ずっとこれからイスラエル民族と、この一緒に神様といる、つまり神が、私たちと交わりを持つ、その場所が天幕であり、そしてその時間、神様と交わりを持つ大切な時間、
これが安息日なんです。で、神様は、6日間、働いて、7日目だけは休んで、私と交わりを持ちなさい。その理由は、神様が、6日間、神様も一緒に、神様も仕事して6日間作って、7日目は、わーっとこう、まあ、休むというか、この素晴らしい神様が作られた、ものを神様見て、素晴らしい。しかも、6日目には人間作ってるんで、その7日目は人間と交わりを持つ。このことが神様にとっては、ものすごく、まあ、楽しい。神様がこのすべて、作られた最大の理由はそこなんです。私たちとの交わりが神にはものすごく尊いんですね。で、だからこの安息日は神様にとってはものすごく、もう神様がうじうじして待ってる。ああ、私は人間と、もうアダムとイブとの交わりいうかな、その人間との交わりをものすごく楽しみになさってて。で、まあ、この安息日、7日目は私との交わりの時間を、まあ、持ちなさいよっていうのが、まあ、神様の、モーセに対して与えた、まあ、印なんですね。で、まあ、これはね、モーセの時代なんですけど、実はまあ、今の私たちクリスチャン、まあ、イエス様来られて、結構、イエス様は、決して、立法を、消してもうたとか、なくしたんじゃなくて、立法を成就された部分がたくさんあるんですね。まあ、ほぼ、まあ、立法を成就なさって。ほんで、実はイエス様来てから、また別の印、今の私たちクリスチャン、まあ、教会時代だとか、異邦人の時代とか言い方もありますけど、今の私たちに対する印は何か知ってる？これは知らんかったら困んねんけどな、クリスチャン、今の私たち、モーセの時は安息日が印だったんですよ。で、アブラハムはかつれて。で、私たちは、まあ、これはね、まあまあ、いくつか、まあ、ちょっと聖書見たらわかるんですけど、まあ、まず一つは、聖霊の宿り。これは、旧約聖書で、こんなこと起こるで、実際それ起こってますから、聖霊が、神の霊が宿るで、言うて。ほんで、まあまあ、ちょっと、たくさんの箇所あるんですけど、まあ、一箇所、ちょっと参考に、ヘブル書の、2章の4節、ちょっと読んでみます。その上、神も、印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が、分け与えてくださる賜物によって救いを明かししてくださいました。まあ、いろんな印ですね、神様は示して、その人、まあ、あれがその聖霊、聖霊の宿りによって私たちに賜物が与えられる。で、神様が救いを明かししてるんだっていうのが先ほどのヘブル書の箇所ですけども、聖霊の宿りというのが、一つ。で、実はですね、この印に関しては、イエスさんに、パリサイ人というかユダヤ人たちが、まあ、質問したんですね。イエスさん、印見せて言うたら、覚えてます？イエスさんは、いや、今悪い時代やな。あんたらこんな悪い時代は印ばっかり求めるけど、でも印は与えられまっちゃん。でも、ヨナの印以外は与えられません。つまりヨナの印以外は与えられないんですけども、このヨナの印って何？これはもう、これはパツンと答えてほしいけど、ヨナの印。で、そもそもヨナって誰？まあ、ヨナはね、皆さん知ってると思うんですけど、ヨナさんっていう人は、もう、預言者の一人なんですけども、神様に今からニネベ行って、ニネベの人、町を滅ぼすから神様が、まあ、忠告してこい、言うて、で、ヨナさんは、なんか初め嫌がるんやね。でも、まあ、3日間、大きなお魚に食べられてもうて、ほんで、3日間、魚の腹の中をって、うえぇーってやバーッと、吐き出されて、ほんで、まあ、しぶしぶ、2年で生きるんですよ。まあ、それがヨナさんなんですけども、このイエスさんが言うた、このヨナの印って、これしか与えられないんです、私たちの時代。みんなこんなことおっしゃったんですけど、これ、何？あ、これはね、ルカによる福音書の、11の30を読むと、まあ、他にもヒントがあるんですけども、そこを読むとちょっと分かってきます。ルカの11の30、読んでみましょう。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。ババーン。はい。私たちのこの時代の印は、イエス・キリストご本人なんです。
イエス・キリストのが、来られた。そしてイエス・キリストを信じることによって聖霊が宿り、神様の臨在が続いている。いわゆるそのイエス・キリストの存在。イエス・キリストはたくさんの旧約聖書の予言がもうそのまま成就して、そして、来られた方ですよね。しかもそのイエス・キリストは復活なさったんで、ヨナの印3日間、魚ちゃんのお腹にいて出てきた。これもイエスさんの復活を示す。つまりイエス・キリストご本人、そしてイエス・キリストの復活そのものが私たちに与えられている、印やと。で、ヨナが、その、2年目に、いやいや彼は行くんですけども、みんな偉くちゃね、もう神様にお前ら裁かれるで、言うたら、なんと、ニネベの人は、悔い改めよねな。で、悔い改めた後、ヨナはね、ちょっとぶっつんきて、何や、俺せっかく忠告したけど、ニネベ滅ぼされへんやなんて、そんな話があるんですけども、イエスさんの場合は、今私たちに、絶対にやがて、もうすぐ、この世は裁かれて亡くなってしまうよ。で、イエス・キリストも私たちに今忠告を与える。で、これが今の世の中に与えてるし、イエス・キリストの言葉、イエス・キリストご本人が、今、私たちのこの時代に与えられている大きな大きな、印なんだ、いうことなんですね。そういうことでね、ちょっと、また話脱線して申し訳ない。次行きましょう。14から15節の、ところを読みます。あなた方は、この安息を守らなければならない。これは、あなた方にとって聖なるものであるからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から、断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。なんとですね、この安息日、で、この安息日を汚した者は、殺される、殺されるってひどいなと思うけど、で、ここで、で、この汚すってどういうことか、ここでは仕事をしたら、飽きませんよと、仕事したら、殺されますせーなことを書いとるんですけども、ただこれに関してはね、実はユダヤ人たちは、この仕事っていうことをどうも勘違いしてたんですね。で、イエスさんが、来られた時に、この、実は、イエスさんの弟子たちが麦畑でピーって麦を食べて、ブン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 、腹減ったって食べとったら、お、安息日に仕事してるとか言われて、何言ってんねん、もう祭司はなんか食べとったやんかってイエスさん言うんですけども、それ以外にもね、なんかこの、病気の人をイエスさんの前に、パリサイ人が連れてきて、で、イエス・キリストが安息日にその人を治すかどうか、ちょっと、見て、治したら、あ、イエスさんあんた仕事してるって言うだろう。実は、この仕事をしてるというのは一体彼らがものすごく勘違いしてる。安息日を汚すってどういうことなのか。そもそも安息日は神様との交わりを持つ日なんですね。このことを彼ら全く理解してなくて、イエスさんがそのことを忠告するんですけども、ちょっとその部分、参考になるんで、読んでみましょう。ルカの6章の5から7、一体安息日ってどういうことなのか、読んでみます。そして彼らに言われた。人の子は、安息日の主です。別の安息日にイエスは街道に入って教えられた。そこに右手の萎えた人がいた。律法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。飛ばして9節読みます。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。ここでね、イエスさんが安息日っていうのはどんなもんか、その汚すってどういうことか、しっかり言うて。で、ここでちょっと面白いのが、先ほど5節のとこ見ると、人の子は安息日の主ですってイエスさん言ったんですね。これも非常にすごい、言葉で、もともと人の子っていうのは、イエスさんが自分のことをね、言うときに、よう人の子を言うんです。イエスさんは私は人間ですって。誠の神、誠の人。で、イエスさんは、私人の子や、言うんですね。で、だから人の子というのは自分のことですよ。自分は
安息日の主だって言ったんですね。で、この安息日の主、この主っていうのは、まあ、ギリシャ語で、クリオという言葉です。で、このクリオという言葉は、これ非常に特別な言葉で、なんとイエス・キリストの時代にもうすでにですね、ギリシャ語に訳された旧約聖書があったんです。これは72訳って言うんですけども、そのギリシャ語で訳されている、その旧約聖書の、その旧約聖書で出てくる、ヤハウェ、あるいはヤウェ、まあ、俗にテトラグラマトンと呼ばれている、本当の発音はちょっとわからなくなったんですけども、ユダヤ人たちはヤウェともヤハウェとも発音してないですよ。彼らはアドナイって発音するんですけど、その、言葉、つまり神を表す言葉、ヤハウェなる神様を表す、主なる神様を表すその言葉をギリシャ語で訳すとクリオって訳してるんです。これは、まあ、主とか、マスターとか意味で。だから、新約聖書を書いた、まあ、福音書を書いた、特にルカヤとか、マタイヤとか、マルコ、まあ、人たち全員ですね、クリオっていうことは、ヤウェを示している言葉いうのはもう当然のことなんですよ。だから、イエスさんが、人の子である私は、安息日のヤウェや言うたんですね。まあ、これでね、まあ、イエスキリスト自分自身が神様へ言うのを宣言しているようなもんなんですけども。で、イエスさんは、このパリサイ人に、安息日を汚すっていうことを、あなたたち、仕事をする意味全く勘違いしてると。私が、この安息日に、まあ、ヤウェで、本来安息日は、イエス様言うかな、その、神様と交わりを持つ、ためのもんなのに、汚す意味を勘違いしてる。で、この汚すっていうことは、一体どういうことなのかというのは、まあ、例えば他の聖書の箇所をちょっと見ると分かってくるんですね。エゼキエル書の、20章。ちょっと読んでみたいと思います。エゼキエル書の20章っていうのは、実はチャンスがあったら、皆さんぜひ読んでほしい。このエゼキ、今日は時間がないんで、説明しませんけど、エゼキエル書の20章は、神様がイスラエル民族をどう思っているか、どう思っていたか、これ本当にもう要約してすごいちゃんと書いてくれてる場所なんですね。もうエゼキエル書20章が分かったらもう旧約聖書全部分かってしまうような、すごい場所ですけども。まあ、どちらにせよ、ちょっと一部読んでみます。この安息日を汚すのはどういうことなのか、読んでみましょう。エゼキエル書20章の、20節から、21節の半分、読みます。また、私の安息日を聖なるものとせよ。これを私とあなた方の間の印とし、私があなた方の神主であることを知れと。しかし子供たちは私に逆らった。彼らは私の掟に従って歩まず、私の定めを忌み嫌った。飛ばしまして24節、彼らが私の定めを行わず、私の定めを忌み嫌い、私の安息日を汚し、彼らの心が父たちの偶像を慕ったからである。なんとですね、安息日を汚すということは、なんと偶像礼拝をする。偶像礼拝、いわゆる本当の神様との交わり、あるいは本当の神様のとこ来るんじゃなくて、別の神様のとこ行ってまうというか、本当の神を信じるんじゃなくて、別のものを信じてる。これが安息日を汚すことなんですね。もともと安息日というのは神様にとっては、ものすごくもう神様は本当に本当にこう、大切にして、人々との交わり、神様との交わり、神がものすごく楽しみにしている、その時間なのに、なんとその時に限って、人々がですね、まあ、他のことを求めて、神との交わりを求めるんじゃなくて、他の神やとか、それからお金儲け、まあ、いわゆるその神を信じるじゃなくて、他のものを信じるんですね。結局、お金やとか、地位や名誉や、だから仕事になる、それを総称して、仕事をしたら殺されますせ、言うたの、実はそういう意味なんですね。で、だからイエスさんは、あんたらえらい大間違いしてるでと。で、この神との交わりをするのに、当然祭司は仕事選択なんじゃないですか。祭司は一生懸命仕事してるじゃないかと。で、それが麦畑通った時に、お前祭司は食べてよなってるじゃないか。で、つまり、仕事したらあかんって彼ら言うてるのも、おかしいやろうと。で、第一、ほんだら、割礼を施すのが安息日だったら、どっちが上やねんって、お前どっちしてんねん、言うたら、ちゃんと割礼させてるやないか。その仕事ちゃうんかって、また別の箇所でも言うんですけども、林が、神との交わりを持つっていうのが安息日なんですよ。それなのにユダヤ人たち、イスラエル人たちは全く勘違いしたんですね。で、それをイエスさんが咎めるというのが新約聖書の、だからイエスさんは何も、なんちゅうの、旧約聖書の律法を何一つ否定してないどころか、全部正しく私たちを教えてくださって、まあそれを成就されたって、まあこういうことやと思うんですね。で、しかもこれ、
神様と交わらない悪いことをするっていうのが汚れやいうのは、イザヤ書にも書いてあります。イザヤ書の56の2もちょっと読んでみます。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人はそのことを固く保つ人の子はって書いてますね。そういうことで、安息日に悪いことをする、神から離れて、他のことを信じてやってしまう、これが神様の交わりを持たないことが、安息日を汚すことになる。そのやつは、死刑に当たるというか、そういうこと言うんですね。でこの後、ちょっと、続きを言います。31節の1章の16から17。イスラエルの子らは、この安息を守り、永遠の契約として、世々にわたり、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエルの子らの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて休息したからである。はい、この安息日っていうのは、神様はその永遠にイスラエルとの間に結んだ印だと。だから永遠だと、ずっと続けるということなんですね。で、当然ね、この話したら、6日間働いて7日目に休むって、そこまでは分かったんですけども、神様との交わりも。でも、たくさん多くの人が、ちょっと待って、安息日って土曜日ちゃうの？と。英語のサタデーの言葉は、サバス、ヘブル語のサバスっていう言葉から来てて、土曜日が安息日ちゃうの？でもクリスチャン日曜日に、礼拝してるじゃないですか。これ間違って、で、このことについて、結構ね、クリスチャンでも、ものすごく間違ったことを信じてる人がいるんですよ。それは、キリスト教が、ローマ化していって、紀元3世紀とか4世紀にローマ化していって、で、そのローマの太陽神の日曜日の、日に、なんと、礼拝をするように、ローマの違法の神を祀るその日にやってるんや、だからあれは間違いやいう、これはね、それは実はそのこと自身が全くの間違いです。本当の歴史と全然合ってない。クリスチャンたちはもうそれこそですね、イエス・キリストが復活なさったもうすぐあと、もう使徒の時代に実は、日曜日に、追うとんですよ。そのことは、知りたいけど、使徒の働きの20章の7節に、クリスチャンたちが集まって、このパンを食べ合って、これやってるという記述があるんですけども、なんでそうなったかというと、クリスチャンたちは、イエス様が復活なさった日、その日を主の日と呼んで、その日に集まるようになってきたんですね。結局、イエス・キリストが来たことによって、たくさんの律法が成就した。だから、例えば、割礼に関しても、アブラハムに、アダムの種から生まれたものの呪いが、今度はアブラハムの種から生まれてくるものによって、その呪いが解かれた。そのアブラハムの種から生まれてくる、その呪いが解かれる、その象徴として、なんと罪のないイエス様が、なんと、実際には少女マリアから生まれてきたんですけども、イエス・キリストを通して、いわゆる、この割礼っていうものは、もう、やらんでようになったんです。だから、新約聖書を見ると、パウロや、それから、イスラエル教会、エルサレム教会の、ちょっと見解というか、その討論は、割礼を異邦人にさせるべきかどうかやったんですね。で、結論的にはね、結局、割礼っていうのは今は、してもしなくてもいいと、いうなとですね。で、それは、イエスさんが来られたからですよ。ほんで、いわゆる呪いを解いたっていう言い方がいいのかな。ほんで、結局、ほんなら、安息日になると、これは永遠にやるべきですから、確かに、やるべきなんですけども、クリスチャンたちは、それは主の日、イエス様が来られて、その栄光を表された、復活なさった、その日、いわゆる日曜日ですね。つまり、6日間、休んで、7日目に、安息を取ると。これ、で、しかもね、
実はまあ、この土曜日、日曜日いうのは、実はもうイエスさんの時代から、またその前からね、すごいコロ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 暦って変わっとんですよ。しかもそのローマ時代だけでも、もう皇帝によってコロコロ変えたり、それから地方によって地方取ったり、それからもう中世ヨーロッパなんかでも、急になんか1日足そうとか引こうとか言って、もう訳が、ほんまにこう、ほんまに調べていったら、もしかしたら、今日土曜日が日曜日じゃ、日曜日が土曜日じゃ、ちょっとわけがわからん。で、日本だって、まあ中国の暦をベースにしてますけども、結構昔の人はおおらかで、まあちょっとこう、怪しいんですよ。ほんで、今はね、確かに、まあ、土日でやってますけども、ちょっと怪しいとこがいっぱいあって、だから、そういう意味ではね、いろんな意味で私思うのに、今はとにかく6日間、仕事して7日目や、だからその日曜日じゃなくても、土曜日でもいいし、水曜日でもいいし、月曜日でもいいし、まあ、教会によってはね、日曜日お仕事なさる方のために、別の時に礼拝持ってあると思います。これで私たちクリスチャンは、まあ、でも、基本は、これ永遠に神様は私たちと交わることをものすごく楽しみにしておられる、大切な神との交わりを持つときなんですね。それがこの安息日だということで、安息日を守りなさいと、おっしゃられました。で、今日最後に、18節をもって、今日のメッセージの最後行きたいと、思います。あ、そうか、最後に安息日がちょっと変わったいうところを証明するために、コロサイ人への手紙の、2章の、16から17の部分をちょっと読みます。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにあります。そういうことですね。そのキリストが本体であって、今まであった安息日は、今、私たちも当然やりますけども、それはまあ、影になったという言い方にかな。まあ、そんなことは、まあ、コロサイ人でも書かれてますけども。まあ、そんなんでね。で、最後、18節、読みましょう。出エジプト記18節。こうして主は、シナイ山で、モーセと語り終えたとき、サトシの板を2枚、すなわち神の指で書き記された石の板をに、あ、モーセにお授けになった。ですね、神様はモーセに、石の板2枚あげるから山においで言うてたのに、40日間、もう長々と神様のその臨在の準備をさせる。神様今から来るから、もう天幕作り、祭司作り、で、やっと最後に全部言うた後に、40日間ですよ。その板2枚くれたんですね。しかもその板には神様が自分の指で書いた文字が書いてある。これもし今あったらすごいやろうね。今あったらもう博物館、もうビャーなん、もう日本人やったらそれ触るんちゃうから、これ神様の指の跡や。もう触ったらもうへっこんでまうよね。まあ、そんなんでね、で、この石は今もないんですよ。まあ、見つからないというか。で、これは今は、イエス様が、石、私たちに、イエス様は岩なんですね。イエス様を象徴。だから、イエス・キリストが、まあ、私たちにとっては、生きた御言葉であり、イエス様自身が、この岩になってですね。で、そういうことで、今、イエス様は岩として、私たちと共にいつもいてくださるということです。今日の話の本当最大のポイントは、神様は、私たちと交わりを持つ場所として天幕、そしてなんと交わりを持つ時間として安息日を、まあ、示されたと。これが、モーセに対しての、印やったんやと。これがその神様がなんと臨在なさっている、私たちとずっと共におられる、これが印なんですね。で、このことを神様ものすごく楽しみになさっていた。で、当然ここで質問なのが、あなたは神様との交わりがある？今の教会時代か、私たちにとってこの神様との交わる場所はどこかわかる？神様の天幕ってどこ？あるいは神様の神殿って言ったら分かりやすいかな。これはもう知ってるでしょ。神様の神殿、これはあなたの体よく、あなた自身。そして今神様が、まあ、聖霊様が宿り、その私たちは祭司として神様に、まあ、直接、なんていうの、使えることができる。で、私たちは、場所はもう私たち、どこにおっても神様はおられるんで、私たちの、
自分の場所、ここが私たちの、なんちゅうの、神様との交わりを持つ場所。しかも、いつって言うと、これはもういつでも、主なるイエス・キリストが、イエス様がもう大祭司として本当の天幕でお仕えしてくださってるんで、私たちいつでも父なる神に直接お話ができて、神様といつでも交わりが持てて、大切なのはその時にイエス様の御名によって、お祈りをするというか、イエス様が大祭司で、で、イエス様の御名によって私たちは、その、父なる神と、いつでも交わりを、持てると。そして、私たちはですね、日曜日ごとに、そんな、私たち、祭司、そして神殿である、私たちが集まって、まあみんなで一緒にこの神を礼拝する場所が教会なんです。教会っていうのは建物じゃないですから、教会は集まりっていう意味ですから、エクレシアというのは集まってるという、まあ集団っていうかな、そういうのは、だからそれがその私たちの礼拝ということになります。そういうことですね、皆さん、ぜひですね、イエス・キリストが私たちの印で、今ですね、私たちはイエス様を通して、神様との深い深い交わりに祈りを通して、至ることができます。神様があなたといつも臨在しておられる、いつもおられるということをぜひ、忘れずに、御言葉を伝えていっていただきたいなと思います。それでは最後ちょっとお祈りします。天の父なる神様、今日のメッセージ感謝します。主イエスキリストを見ないとお祈りします。アーメン。はい、それではですね、最後の今日の歌はワンボイス、どっちの歌、それワンボイスっていう歌です。なんか教会に関する歌ですね。ワンボイス歌いましょう。はい、ありがとうございました。それではですね、最後に祝祷を持って、今日の礼拝終わりたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、
あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。はい、以上でした。じゃあね。バイバイ。